オープンリファインはスタンドアローンのオープンソースのデスクトップアプリケーションでデータのクリーンナップ他の形式への変換データラングリングと呼ばれる処理を行うことができる見た目はスプレッドシートアプリケーションに似ているがよりデータベースに近い動作をする確率の下にセルを持つデータの確保に対して様々な操作を行うこれはリレーショナルデータベースのテーブルに非常によく似ている 一つのオープンリファインプロジェクトは一つのテーブルからなる。ユーザーはファセットと呼ばれるフィルタリング条件の定義を使用して表示する項をフィルタすることができる。スプレッドシートとは違い、オープンリファインのほとんどの操作は表示された行全体に対して実行される。例えば、一つのカラムの下にあるすべての行のすべてのツルに対して変換処理が適用されたり、 すでにあるカラムを元にして、新しいカラムが作成されるといった処理となる。すべての操作は、プロジェクト内に保存された一つのデータセットに対して、実行され、別のデータセットに対して、同じ操作を繰り返し適用することができる。スプレッドシートとは異なり、セルの中には、数式は保存されず、数式はデータの変換に使われ、また、データの変換は一回のみ実行される。 データを変換する処理式は、ゼネラルリファインエクスプレッションランゲージと呼ばれる DSL のほジャイソンやクロージャーで記述することも可能である。プログラムには Web ユーザーインターフェースが組み込まれているが、Web サービスとしてホストされるわけではなく、ダウンロード後にローカルマシンで動作するためのものである。Open リファインを実行すると、ローカルで Web サーバーが起動し、この Web サーバー上で動作する。 web UI がブラウザで自動的に開かれる。インポートは以下のフォーマットに対応している。入力データが標準化されていないテキストフォーマットだった場合、行全体をカラムに分割せずにインポートすることができ、その後、オープンリファインのツールを使ってカラムが抽出できる。アーカイブと圧縮ファイルもサポートされ、URL から入力ファイルを直接インポートすることもできる。 ウェブページをインプットとして使用するときは URL のインポートリストを指定して URL 取得機能を呼び出せる。エクスポートは以下のフォーマットに対応している。独自フォーマットの OpenRefine のプロジェクト全体はール・ジ g ズアーカイブ形式で出力できる。OpenRefine はメタウェブによってフリーベスグリッドワークスとして開発が始まり2010年1月にオープンソース化された。 2010年7月16日、Google はフリーベスの作者であるメタウェブを買収し、2010年11月10日にフリーベスグリッド r ークスと呼ばれていたソフトウェアを Google リファインと改名し、バージョン2.0をリリースした。2012年10月2日、元の作者のデビッド・ウィーンは Google では Google リファインのサポートを終了すると発表した。以降、コードベースが オープンソースプロジェクトに移行し、オープンリファインと解明された。ありがとうございます。